はい、こんにちは。秀典ミュージックスクール校長、秀典です。ルイス。初心者です。以前に SG、レスポールはかっこいいと思わんといてーと言っていたのですが、SG は初心者でも弾きやすそうで、割といろんなジャンルで使えると思うのですが、おすすめではないのでしょうか。SG とレスポールかっこいいって思わんといてー。だったら違うギター持って最初から練習できるのにな。僕がおすすめしてないっていうだけで、他のみんなはおすすめすると思いますよ。他のみんなの言うこと聞いてたらいいんじゃないですか。ってなんか嫌そうに言うな、俺も。性格悪。まあ SG 変わっとるからな。ボディとネックの距離感とかも変わっとるから、いきなりあれ持って大丈夫かな。でレスポールなんかね、もうボディバランス終わってるし、構えにくいし、さあどうなんだろうなっていうのは僕の中ありますね。僕は初心者にこのギターをおすすめしますと言って紹介しているギターって何が大事なんですか。こうパッと答えれると思うよ。もうこればっかり言ってるんでね、僕ね。パッと答えれる人コメントしてほしい。初心者が持つべきギターって何がいいですか。そしてなぜ僕はそれをおすすめしているんでしょうか。はい、コメントいただきました。正解です。そう、汎用性ですね。なぜ汎用性が大事なんでしたっけ。初心者が持つべきギターに、そう、欲が出るから。素晴らしい。そうですね、自分が何をしたいか分かってない状態の初心者で、できることが偏ってるギター持って、根本マスターパッケージの販売が開始されました。買い引きマスターパッケージと違ってですね、とにかくギターを弾く上での全ての動きをできるようにしようという、秀典ミュージックスクール13年の歴史が詰まった完璧な教材が出ております。ぜひぜひご購入ください。概要欄からどうぞ。さあ根本を鍛えよう。自分が何をしたいか分かってない状態の初心者で、できることが偏ってるギター持って、こんな風な音も出したいなってなった時に、もう一本ギター買うんかっていう話なんですよね。人間の欲はとどまることを知りません。何かができるようになったら、必ず次何かもっとやりたいなっていう、お金儲けたらもっとお金儲けたい、必ずこれは出ます。もうみんなです。彼女とかもそうじゃない。彼女欲しいって、あの子可愛いなってさ、彼女にできましたって言ったら、そっから冷めるでしょ。めっちゃ可愛いと思って彼女の背中によく見たら、なんかブスやら、なんか飽きてきたなこいつ、なんかうざいし、ギャー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 、うるさいな、もう飽きたわ。これもね、欲が止まらないっていう証拠なんですよ。何かを達成したら次の欲になるんですよ。基本なんですよ、これ人間の差がな。でもってなると、最初にいかにいろんなことができる、そしてまあボディバランスとか構えやすさも24フレットあるみたいなのを持つかっていうのを僕はおすすめしてるわけなんですね。なのでそれと正反対のような、偏ってるギブソンの SG とかギブソンのレスポールなんかは、僕は初心者としては絶対おすすめしてないしないと言ってるわけですね。どうしても SG やレスポールがかっこいい、よくて憧れてるんで、好きだから弾きたいっていうのなら、そっちの方が優先でいいと思うんですよ。だってこんな自分がかっこいいと思ってないギター買いたくないじゃないですか。自分の欲しいギター買いたいじゃないですか。その方が練習するんですけど、黒いレスポールカスタムが大量に売られるっていうね、ありましたよね。そりゃそうだよ。そのアニメ見て憧れてさ、しかもさ、フレーズがクッソむずいのにさ、あんな上級者でもなかなか弾けるかどうかわからんみたいなことやってんのにさ、レスポール初めて持ちましたって原稿クソ高いですって言って弾けるわけないよね。それやめるよね。当たり前なんだ。ギターってそんな簡単な楽器じゃないんやからさ、原稿は下げましょう。原稿下げれるギター買いましょうっていう話ですね。はい、というお話でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。